リスボン美術館臓作者不詳南蛮屏風南蛮寺は、戦国時代から江戸時代初期まで、すなわち、キリスト教伝来から徳川幕府によるキリスト教近教までの期間、日本に建てられた南蛮風の教会堂の通称。競技には、1576年、イエズス会によって京都に建てられた教会堂、いわゆる、との南蛮寺を指す。日本における本格的な教会堂は、 1551年、山口の大道寺が最初である。その後、文後の出薄堂、平戸の天文寺、有馬の小学寺、長崎、京都、堺、安土、大阪、金沢、駿府、江戸などの各地に教会が建設され、それらは当時の日本人によって南蛮寺、南蛮堂、また大薄寺、大薄堂などと呼ばれた。江戸時代に入り、 幕府の近況政策が厳しくなるとともに、公然と、教会堂すなわち南蛮寺が建てられることもなくなり、既存の教会堂も破壊された。日本において、キリスト教の教会堂が再び公然と建てられるのは、幕末以降である。前説で述べたように、南蛮寺の建物自体は一切現存しておらず、その建築上の特徴は、絵画資料、文字資料、 および教会跡の考古学的調査の結果から以下のように推測される。大道寺に見られるように既存の仏教寺院の建物を転用するか新たに建てた場合も日本人の大工を用い日本の建築様式を踏襲して建てられた。すなわち木造瓦屋根の建物で畳、襖、障子、下等窓、縁側が用いられた。礼拝堂の入り口から祭壇に至る道線は 西方教会建築のパターンを踏襲して、間口に対して奥行きが深い形が追求された。その結果、例えば、入りもや作りの礼拝堂を同様式の仏教寺院の本堂と比べると、入り口の位置と祭壇までの導線が90度、回転した様相を呈している。屋根瓦に十字紋が用いられたことが、出土遺物によって確認できるほか、柱、梁、破風、欄間の装飾や、 彫物、襖絵、天井へ。南蛮寺市、京都市中京区たこや市通り、室町西いる北川との南蛮寺建設の経緯は、ルイス・フロイスが1577年9月19日付で、薄木から発信した書簡に承実されている。イエズス会が以前から経に立てていた、京会道が老朽化したため、1575年宣教師たちの協議の結果再建が決定した。 当初は仏教の廃人の建材を流用することが意図されたが、価格面で折り合いがつかず、新たに建てることとなった。オルガンティノが指揮を取った、教会堂の建設にあたっては、高山図書をはじめとする機内のキリシタン有力者の協力と寄進が寄せられ、寄進とイエズス会の出費を合わせた総工費は約3000クルザードに達し、 当時日本に建てられた、教会道でも最大級の規模のものとなった。都の南蛮寺の正式名は、非常点の聖母教会であり、剣道ミサも、街道の落成に先立つ1576年8月15日に行われた。教会道の所在地は、中京区バー、柳町タコ役市通り、室町西いる付近と推定される。その後1587年。 豊臣秀吉によるバテレン追放令後に破壊された。この境界道は、鹿野宗秀筆の洗面落中落外図61面中、との南蛮地図によって建物を特定した絵画資料が残る唯一の例である。道図から以下のことが推測できる。木造瓦葺、武器、三層楼閣風の建物である。屋根は最上層が入りも屋造り、一、二層は、 寄せ胸作り。二層の周囲には見晴らし用の廊下と手すりが、廃されている。同時期の南蛮屏風の描写では、屋根の上に十字架とおぼし着物が描き込まれるが、この洗面図では省略されている。一層の細部や内部については、洗面図からは不明だが、上記、フロイスの書簡には、以下のような記事が見られる。キリシタンの身部にある女性が畳百畳を寄進したこと。 K の職人の水準の高さへの言及。イタリア人のオルガンティーノ氏の建築上の工夫への言及。以上のことから、日本人大工、職人の手による和風を基本としながら、ヨーロッパ特にイタリアの建築様式やキリスト教に関連するモチーフが加味されたものと推測される。明神寺の達中寺院である春光院には南蛮寺の鐘が伝わる。この青銅製の釣り金には、 側面に1577の聖暦とイエズス会の紋章が刻まれており、同年にポルトガルで鋳造され、南蛮寺と呼ばれたイエズス会の京都の教会で使われていたものだと伝えられている。ありがとうございます。